さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで今回はこの雷の神殿に挑んでいきましょう。さあ、そしてなぜかギブ殿の巣が復活してますが、あれから消してしまったアルバムが惜しくなってセーブデータをロードしてもう一回クイーンギブドをしばいて今の状態になっております。さあ、というわけで思い出も残したところでギブドたちは一旦無視していきましょう。ちなみにギブドの骨はめちゃめちゃもう取ってあります。さあ、雷の神殿1階というわけで、じゃあまずは砂を払うか。せっかくだからちょっとコログのうちは使ってみようかな。よし。そういえばコログの葉とか取ったことあったっけ？取ってない。結構撮影してない素材あるな。でもちょっと珍しいところで取れて面白い。でも取るならこうかな。ちょっと砂煙というか砂漠特有のフィルターでちょっともやっとしてるけど、まあいっか。よし。あれ、まだギブトたちがいる。下流の頭。あー、そっか、ギブドに対してはこれが効くのか。まあなんかゾンビものっぽい。あれ、まだフィールドが、おお、入ってきてしまったぞ。よし、ナイスー。おお、いいね。この風切り場の槍と、結構うちは風の力が強いのかな。結構悪くない感じですね。しかし風を出す武器はそんなにいっぱい必要ないからな。でも使い勝手がかなりいいことは分かった。よし、ギブドの骨は現在340個。取りすぎたかな。おっとしまった。と思ったら、おお、踏んでよかった。うっかりなんかダンジョンのトラップを踏むってすごくなんていうか粗骨なところをやっちゃったけど、松明が必要。ギブド相手には確かに松明悪くないかもね。松明剣、まあより上位のものがあるからなんとかなるかな。上方向に宝箱感知 B1。 これはここからこうやって行ってこの階段からここまで行くのかな。そっか、結構このなんていうか封印されてるところみたいな場所まで行くの結構かかりそうだな。頑張りましょう。お、怪しい。っていうか暗くない？これはセゴン剣でも何ともできない。明るさが出ないからね。これは何か武器を捨てていくか、松明剣にして持っていくか、どれがいいかな。つまりこれを外して松明にすればいいのでは。まさかの。便利。さてさて、
うん。お、英雄様の像っぽい感じがするね。ちゃんと剣も持ってるし。うん。狭いな。みんなでいると。確か、分身の人にちょっと、でも、当たらないかな？うん。分身自体は当たらないけど、ルージュ様は実体だから、リンクが動かされる可能性もあるから気をつけましょう。ふむ、これは、動かせるね。壁石。壁石か。ん？なんかいるぞ。わあ。えい。あ、不意打ちして、当たった。当たったけど、当たったけど弱い。え、いや、みんな、叩きませんか？叩かない。まさかの。ふう。不意打ちで倒した場合はまだ気づかれてない扱いだから。なんかいかにもありそうな。おお、ん？あ、2枚あった。うん。トパーズ。お、ゲルドの両手剣。うん。よし。これ自体がいわゆる、なんていうか、棺なのか、それとも宝箱を納める方なのか。宝箱を納めるやつってなんていうんだっけ。棺でもいいのかな。うん。おっと。待って、 B1 でさらに下がある。戻れっこで戻ってこれるから一旦降りてみよっかな。よし。お、エレキース。わあ、エレキースが動いてないやつちょっと珍しいと思ったら、うわー、ぶな。うん。引っかかるかなと思った今。まあでしょうねって感じだったけど。よし。お、ゲルドのナイフ。でも朽ちてはいるな。これは上げてみたら下に何かあるかもだな。ない。ん？大丈夫か？よし。さ、うちはタイム。ん？おっと、その前に。不意打ちはできてもさ、松明剣では炎のダメージが入らなかったから。この炎では先に進めぬな。うん。これならどうじゃ。よし。うん、不意打ちはやっぱり一体だけにしか当たらないと考えていいのかな、これは。うん。よし。これはさっきの床板みたいなやつがないとダメだよね。これを風でなんとかするわ。ちょっと、うん、無理じゃな。さっきのまさかのひっぺがした板が役に立つ。うん。Yes.
えい。よし。あれ、ちょっと待って。これは安定させたいからこうかな。よし、これでいきましょう。ルージュ様、ついてきてくだされ。っていうわけにいかないのかな。じゃあいや、勝手についてこれるかな。でも確か指導の時はダメだったよな。あ、はーい、これでなんとかなる。おお、炎が止まった。これで先に進めるぞ。うん、よし、ルージュ様のために道を作れる。楽しい。おお、何今の。めちゃめちゃでかい草玉が燃えている。今度は火の玉か。またも足止めだな。うん、なんてなんとか球。ちょっと読めなかったな。整合剣が便利に使われすぎている。罠火球コンボ。草玉を固めて燃えさせている。燃やしている。なるほど。しかしこれは止めるなり戻れっこするなり。あれ、おっと、すぐ消えてしまうね。ここに、なるほど、かなーりもったいない、再利用できない罠。よし、あ、宝箱はチェックしてなかったな。大丈夫かな。お、あ、さっきのギブとか。よし、じゃあこれは戻れ子で進みましょうか。あれ、思ったよりか。わあわあ、ちょっと待った。ある意味ではせっかくだからちょっと賢者たちは一旦引っ込めようかな。さあ、じゃあポチッと。あれ、お、ナイス。弾が止まった。よし、すぐに追いつくぞリンク。正直言うとルージュ様の身体能力だったら、あれぐらいの弾だったら、こうなんていうか、壁を蹴ってトントンっていけそうな気がするけど、まあそれはそれ、これはこれ。お、えい。よし、罠火球攻撃でいい。よし、あ、もう消えてしまった。早い。というわけでもう一回、暗いところはこれでバッチリ。というか普通に明かり花の種を使えばいいんだけど、ここは雰囲気で。宝箱こっち。5号薬を飲んで歩きを速くしてもいいかな。降りてみよう。ぬ、これはギブドの巣ではないか。これ中にギブドが入ってるパターンだな。あ、そんなことなかった。意外。ゲルドの弓。
あラッキー。ちょっと待って、薪の束燃やしてさ、燃えるとさ、あのこうこの状態で近づけようと思ったんだけど、これ強ない？ダメージ、炎症ダメージ強いわ。火炎のミュリカ強いってすごくない？あー、落としちゃった、落としちゃったっていうか触らせちゃった。うん、マジかよ、すごくない？薪の束ちゃん、えい、簡単なお仕事すごい。よし、わあ、あれ、置いといた焚き火がなくなっている。うん、ルージュの力ってさ、結構回復早いよね。うん、回転がいいってのは大したもんだ。よし、ん、ここは、びっくりしたギブドが落ちてきたかと思った。宝箱は結局あったのかなかったのか。あ、危うく見落とすとこだった。行きましょう。ここだな。マップでもちゃんと普通に書かれている。お、換気扇ではない。ふむ、めっちゃトゲってる、めちゃめちゃトゲトゲしてる。うん、これはつまり戻れこうしないとあかんやつ。うん、いや急に動くの早っ。よし、ゾナニウムの剣順、これは耐久力が減ってテルゾナニウムの拳銃というとえのきだ看板立てなんだけど、そろそろ使い切ってもいいかなとは思いながらも、まさかの、でもさすがに重心の盾は1個持っておきたいから、放水柱盾結構使ってるから、これは入れ替えちゃおうかな。うん、結構放水柱そんなになんていうか使うシーンがないのになぜかちょくちょくビシャーってやってたからな。うん、OK、 当然トーレルーフとかで上のフロアに行けるのかな。まあでも一応普通に行こうか。うん、光明の間、あれ嘘、ちょっと待って、まさかの敵が出てきたな。あいつはかなり攻撃力が高いぞ、気をつけろ。まずは凍らせて、よし、そうしたら強い武器で叩く。せっかくだからゲルドの両手剣、ふん、あ、壊れた、あっという間に壊れた、はいや、あ、間違えた、そっか、ダウンしないから早いんだ、叩くのが早くて楽だが、おかげで忙しいぞ。あれ、いつの間にか盾に変わった。よし、ふう、やっぱり凍結は強いね。お、ぬ、これは光をここに当てろってことかな。さすがにルージュの力でも光の代わりにはならないだろうけど、よし、
さあ確認ができたところで、ツボコンボ。ほう、なるほど。まずは、風の力意外とやっぱり違うもんだな。それとも山が大きかったのかな。こっちにも何かありそうだけど、よし、先にこっち行っちゃおうか。よっ、オッケー。わーっと、開けちゃう、まさかの。時を止めて宝箱を開ける。ゴーレムの高級はゴーレムの高級と切り替えていこう。よっ、一応降りてみよっかな。鏡、問う。わあ、なんじゃこりゃ。これは宝箱を使って、一応できなくはなさそうだが、問う、いけるわ。ゲードの槍が置いてあります。よし、あとは盾くらいかな。ゲルドシリーズ置かれてないのは。この下一応、よし、オッケー。あ、戻れっこ、閉じるというか、再び時を戻す解除するときに松明しまっちゃうな。なるほど。そして鏡もらっていきましょう。確かにゾナウギア持ってない人がいるかもだろうね、ここね。よし、こうして斜めに置くっていうのは素で置けないかな。当然ウルトラハンドで簡単にできるけど、お、あえて遮る理由もないしな。これを斜めにこうつける。でこう、いやいや、真ん中のこれ、やっぱりちょっと角度難しいか。自分でやった方が楽そうだな。ウルトラハンドで十分でした。一応向こうに光送っておくか。違う、そうじゃない、こうね。よし、くっ、炎が届かない、悔しい。おお、バッチリ。さあ、雷の神殿1階ビーチをぐるっと回ってきて、一応隠し部屋を見つつここまで来ることができた。お、ようやく起動できそう。昇天の間、吹き抜けだ。
リンク、町の壁画が誘おうとしていたのはこの神殿に違いあるまい。であれば、ここのどこかにきっとあの声のあるし、ん？主が、なんか急に勝手にテキストが飛んだな。まあそれはともかく。お、この先にも一応あの雷マークがあるけれど、よし。というわけで、貴重な撮影チャンスなので一旦プロモードに変えて、思い出として残しておこう。ちょっと光源が弱いかな。もっとルージュ様をライトアップしたい。まあそれはともかく、ここから例の封印がっていうシーンがあるから行くぞ。お？なるほど。なんだこの床、今少し動いたが元に戻ってしまった。子孫よ、我が子孫よ、そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。汝の力を使い、四つの蓄電池に雷の力を込めれば、カラクリは目覚めるだろう。我が導きに従うがよい。あの雷マークがついたやつ、蓄電池だったんだ。あの雷当てると上のマークがあの下にスポッて入って、なんだろうなと思ってたけど、あれで電気のエネルギーを蓄えてたのね。今回ははっきり聞こえた。呼ばれている。4つの蓄電池に雷の力を込めろと言っていたな。先ほど外で戦った魔物はこの神殿の上へと逃げ去った。そして声はカラクリが神殿の上へとつながっていると言っていた。ならば導きに従えばきっとやつを追い詰められる。それに声の主の真意もわかるだろう。リンク、わらわを頂上まで連れて行ってほしい。まずはあの声に従い4つの蓄電池とやらを探そう。なるほどね。こういう仕掛けで上の方まで行くってちょっとゼルダ味あるな。ワクワクしてきたな。さあ、ワープポイントもできたし、これで本番開始っていうところかな。さあ、目の前のここに行くためにはどうすればいいんだろう。ここはこう来てるから、なるほど、目の前に道があるね。なあ、弱い。ウルトラハンドが弱い。よし、よし、オッケー。じゃあお願いします。これはさ、上じゃなくて下でもいいのかな。お、十分。これが蓄電池。わらわの雷、うまく込められたようだな。よし、残るは3つだ。なるほど、いいね。これが蓄電池だったか。なるほど。お、壁画もちょっと気になるな。
これはラクダっぽいイメージだけど、うん、ラクダばっかりだな。ラクダ、ん？ラクダというか、どっちかっていうと、でもまあ、ラクダ、いやでも、ん？うん。前作に、ラクダモチーフの神獣っていうね、バカでかい兵器がございましたけど、なるほど。とにかくラクダ推し。あ、砂ざらしちゃんだ。うん、なるほど。ゲルドの民は、そういえば普通のラクダっていないな。うん、よし、じゃあ壁壁画かも確認できたところで一旦戻ってきて、じゃあここからミニマップを出して探索していきましょう。よし、さてさて、じゃあここかな。ん？うん、上昇気流を発見。下は、ん？待て、一応下あるかどうかないとは思うけど、一応チェックね。あ、これはどうなんだろう、浮いちゃうかな。今ので大丈夫なら、うん、OK。 ん？気のせいか、気のせいだと思う。2階。そちらの探索は任せたぞリーク。ん？まさかの別行動。そちらの探索は任されたって言われても、2階。どうしてもルージュが来れない、階段がない5階はリンクが探索する必要があるってことかな。ここ気になるね。うん、今のうちにやってしまうべきなのかな。動かせそうな何かがあるね。うん、光を回すっぽいかな。いや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 、ちょっと待って、びっくりした。よし、うん、お、まあ乗りかかった船やってしまうか。最高の間。ふむ、あからさまにこれをこんな感じでこうかな。すごい、あのゲルドの町でやったあの木箱をね置いて話しかけるとか、あれがここに役立っている、そういう仕掛け。お、宝箱はなさそうだ。2個用意してくれてるのは何かあるのかな。よし、これをピタッと、うん、あれ入ってない、入ってないぞ。よし、これを動かすことはできるが、ん？角度が合わないぞ。回転はできない、つまり最初に当てるのはこいつではない。うん、これは5号薬。お、砂にはまっている。なかなかやるじゃない。よし、あれ高さが合わない。いや高さじゃないな、
高さはまあまあ合ってるけど、角度が良くない。とりあえず動かして、これで角度良くないの？厳しくない？これぐらいかな。あれ？どうした急に。おー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 、ちょっと待って。よし。なんか知らんけどうまくやっちゃったっぽい。気づかなかったっす。これ動かしといてよかったね。絶対俺気づかない自信あるよ。あれ上の方向に、あでも鏡が上方向を向いてるならまあ、なるほど。じゃあこれは、どこじゃここよっ。とりあえず上に6回。6階は、なるほど、この仕掛けばかり。奥の方に2階。あ、そういえばここの仕掛けを解けば一応蓄電池の元へ行けるんだろうな。お、あこっち、奥があります。じゃあ下のあれは特に意味なかった。あとは宝箱があるかどうかだけど、大丈夫かな。よし、なんか偶然クリアできてしまったが OK でしょう。上方向に宝箱、なんだ、これは雰囲気的にパラセールで行くところですかね。真ん中の格子が辛くないか。まず奥に行って、こっちの奥に行って、まあ死にはしないだろう。燃えてしまうようなものは装備しないで、ぶっちゃけ大火の鎧を着ればいいんじゃないかなと思いながらも、そい、壁に張り付くのも悪くない。むしろこれがいかにもブレワイティアキンっぽい。下に降りる分はほとんどスタミナ使わないからね。ここうまく入れるでしょうか。シュッ、あれ、なあ敵がおる。ここは2階。ということは1階のフロアから階段を上がってすぐの場所か。よし、ささっ、そんな、いいけど。よし、チャンス。うわ、見つかりそう。よし、あっちは耐久力あるから。うわーちょっと待って、こっち向きそう。
うん、よし。オッケー。さ、ではお願いいたします。残るは2つだな。リンク、一気に行こう。うん、よし。お、グッドミュージックも雰囲気が変わってきましたね。下方向に感知。ここで下方向に感知？うん。一階で何か取りパグれているのか？ふむ。宝箱は気になりますけど。よし、2階はオッケー。あそこに鏡。3階。フロアがあるね。ここは解除できる蓄電池。4階。うん、順番に行くべきだろうけど。どうやってここに行くの？ここかな。ちょっと違うっぽいな。あそこ何かあるっぽいな。わっと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 。焦った。ここが2階でしょ。わあ、高低差がわからない。てかこれ受けるところか、ここか。確かに何かあるかも。光をここに持ってくるためには、どこかに光を発する装置があるんじゃないかな。戻れこで探索。上のやつを下に光をなんとかできないかな。大丈夫、フロアをまたいだ攻略ぐらいなんとかできら。ここまでか。4階。こっち側にも封印される蓄電池がある。ここは何だろうね。とりあえず行けるところに行って光を持ってくる必要があるんだろうけど。上でやっぱりここは これは鏡の位置は動かせないよね。上に上がってしまう。もしかしてあれ、普通に動いたりして、動くというか光を受け止められたりして。あれ下向きだもんね。ああ、そういうこと。再利用。よし。
あ、もうちょっとしっかり。オッケー。まずはあそこに行くべき。ポチッと。わあ、ちょっと待って。これは来てくれるものだと思っていいのかな。わっ、ゴーレムだ。ゴーレムとギブド戦わせてしまえばよかろうなのだ。うん、よし、ギブドが相手してくれてる間になんとか他のやつを。よし、わあ、いっぱい出てくるな。ごめんね。ふむ、これはこの光の中にギブドが入ったらどうなる。お、強い光はやっぱりギブドを弱らせる。うん、よし、ダメだ、これはラッチがあかん。いいよ、入ってるかな？入った。よし。あ、閉じてしまったか。えい、爆弾。ルージュさん危ない。よーし。さすが爆弾。どんどん投げちゃおう。まだ出てきてないな。しばこう。お、なあ、よし、く、遅れを取ったか。来た、よし、お、フシクレ木の棒があるじゃん。ふん、あー、しまった、消しちゃった。あー、火がない。よし、オッケー。よし、一息ついたぞ。これはうん、どこに光を当てればいいのかな。あれ、斜めってるから無理だ。上の方かな？見てみよっか。ここに持ってくる。ここで。あ、ちょっと待って。あ、よかった、戻れた。ふむ。壺は一旦外しまして。抜けない。驚くべき抜けなさ。なあ。
しょうがない。あ、気球いっぱいあったんだ。うん、よし、叩けばいいじゃん。よし、これをあ、つけられない。そうだそうだった、気球の下につけなきゃダメか。上につけられないの懐かしくてちょっと、うん、あれ倒れてしまった。これはぬー、しょうがない、一旦これは外して、うん、よし、あとは松明を中に、あれどこに置いてあったっけな、あった、あー松明が明るすぎて見えない。うん、しまった、火つける前に。まあいいや、ちょっと待って、まあまあよし、まあよし、まあよし、これでなんとかなるんでしょうかね。心配なので見に行きます。おお、いいじゃん、ご苦労であった。よし、よし、終わりだ、終わりだって書いてある。よし、これで残る蓄電池は一つだ。うん、よし、なかなかいい感じだぞ。なかなかいい感じだぞって言えばなんとかなるかなと思ったけど、まあまあゆっくりやってるよね。じっくりやってると言っていいのかな。さあ、気になるもう一つの光の行く末、ここにこれを再利用するのかな。鏡はもう残ってないかな。うん、じゃあっ、結構戻れ子が残ってますね。まだかな。というかこれを使う、うんうん、まあいいや、気球は一旦置いといて、火消すって結構逆にできないな。うん、松明を、あ、これをこうして、ん、こうするとどうなるんだろう。ほうほう、こうなる。これをもう一回使うはよくわからんが、やらないよりかはマシだろう。余計なことやらかすことも多いけどね。あれ、なんか、ん、え、これか、ん、鏡立て、立てだったのこれ、気づいてなかった。普通のゾナウギアかと。うん、あと言ってないのはここか。うん、今行ってきたのがここだから4階。ちょっと待ってね。上に上がって光を当てるところがあるはず。
ここか。上から降ろされてる光を再利用するためには、やはりあそこが気になりますかね。これは地道に行くしかない。ある意味ではリンクの本領発揮と言えなくもない。これは行くしかないな。お、よし。オッケー。これは普通に乗っていけるか。これ怖っ。さあ光がこぼれている。おお、うお、つかめない。あ、これ調整しないとダメなのか。なるほど。どっちか片方を合わせる。まあ、ああしまった。飛べるのが遅い。よし、まあまあまあ、あれ勝手にピキーンとか言って。良きかな良きかな。あれ、あ、そっか、この次もお願いします。あれ来た。よし、いい感じ。ふんす。あ、今考えたらあそこに上昇気流あるじゃん。最初からこの高いやつを使えばよかったんだ。おお、急に凶悪。これでは前に進めるな。進めませんな。でもちょっとあの、あ、でもこれだったらうってなるぐらいかな。挟まれてみたい。あ、いた。あ、でも場所が戻されてしまう。なるほど。よし、じゃあこれはこうでござるな。すすっ。おー、すごい。うん、そしてポチッとなと。おお、トゲが止まった。ここは通れるようになったな。うん、弓兵かな。うん、期待することが起こらないな。ああ、なんだって、他にいたのか。しかしこれは、いた、撃ってきた。うん、あれ上に戻らないんかい。これぐらい高さがあれば十分でしょう。よし、ちょっと不安だが。見つかるよな。くっ、うーん、無理やりやってくるとは。ここはちょっと料理を食べておこうかな。まっとうな料理がない。
マックス役でもいいかな。マックス魚ムニエル。パク。よし。さ、鏡立て。もう十分使えなくはないが。光が溢れていない。とりあえず。よし。これは爆弾でしょうか。いや、機械仕掛けだ。おっと、下があるね。クイ。うわ、目が回るやつ。まずはこっちか。お、なんだ、優しいじゃん。置けばいいだけって。何かこれを止めるとかそういう仕掛けじゃないのこれは。置けばさ、なんていうか、その無理やりなんとかなるって、ちょっといいのかなみたいな。なったんだからええやろがいみたいな。この杭を使ってなんとかするとこだと思うんだけど、刺さるかなこれ。刺さり、ここには刺さらないけど、こうじゃないのこれ。いやー、杭すごい。うん、はい、実際はこうなる予定でございました。あとはこれをこうやったわけだ。うん、よし。宝箱上だ。うん、杭ここにもあったね。よし、じゃあこれはここに。うわ、中途半端。あー、なるほど。高さは大丈夫かな。これはまあいいや、ほっとこう。ん？そういえば釣り天井というか、トゲ天井はどうなるんだろう。ああ、こう。よし、これで最後か。よし。いやー、結構大変だったな。大変だったなとか言いながら、結構なんていうか、偶然うまくいったことが何回かありましたけど。よし、蓄電池すべてに雷を込めたぞ。これで中央のからくりが目覚めるはず。行こうリンク。よし、あとは宝箱か。うん、ここから上っていうと真に受けて上に行ってみる。わあ、すごい。といっても屋上ではなくて、この下のフロアというか中なんだろうねこれね。うん、さてさて、この上というとここか。5階のフロア。同じフロアでも若干そのなんていうか 1.5 階みたいなところがあるかも。うん、よし、行ってみるか。もっと上という可能性。
なさそう。脇道もないっぽいな。ここかな？見落としがあるっぽいぞ。反応が鈍いね。上か下かよくわからん。蓄電池の謎は解けたけど宝箱がわからん。こっち下？え、急に下？この真下あたり。もしかして動かせるやつがいたりして。ここかな？こっちに行っちゃったら別だよね。ここか、ここか。普通に入れるところってことかな。おっとっとっと。まあいいや、上昇気流使ってみようか。さてさて、入れそうなところ、こう、あ、2階から来るのかな。通れルーフで、なくはないです。4階にある3階の、ちょっと待って。困惑。ここが4階で、ここに入りたいので3階に行きたい。ここか。お、あ、これは引っ込んだやつだ。そっか。じゃあここの、真上。おー、あったー。こういう場所あるだろうなーってずっと言い続けてきて、結構少なめだったけど、神殿にあるのはちょっと意外だったな。ダイヤモンド頑張った甲斐があった。下方向に感知。結局行ってない空間に行くのがいいってことだな。よし、上方向？ちょっと待ってください。こっち。ふむ、ここ見逃しがあるのか。こっちか、やっぱ。
こだろう。反応が鈍いんだよね。7階。ここはボス戦の間だと思うんだよな。こっちにある。まあないよね。わあ結構謎。お？鏡くんって耐久力あったの？意外。光受け続けると消えちゃうの？へえ。今特に消える要素なかったよね。壺割ったところで。どこかかがんで入れそうな場所とか、動かしていけそうな場所とか。わあ謎。あ、こっちか。高さが合ってるかどうかわからなかったけど、こっちぽいぽい。上方向に感知。待て待て、慌てるな。 4.5 階があるかもしれん。車高のまでは、上か。ここ上っておかしいよな。あ、待って、もしかしてこれ外なんじゃない？中っていう発想しかなかった。上か。ああ、ありました。寒い。よし、なるほど。神殿の外側か。これは先入観が悪さしましたね。寒いので、ここは服でなんとか。コログは神殿にいるとは思えないけれど、いるかもしれない。気をつけよう。お、ザナウギアだ。ロケット、大砲、下流の頭。結構なんかありそう感。おお、月明かりに照らされる雷の神殿、いいね。さあぐるっと回ってみようかな。意外と砂場があるね。どうせ回るんなら上の方から見ていった方が良かったかなと思いながら、この軒下みたいなところは結構見づらいから、こうやって回っていくのも悪くない。お、サーチ対象の再設定。こっち下方向に感知。
こうなると中か外かちょっとわからんな。まだ下あった。内部と外部で結構厄介だな。さあこれは欲しいといえば欲しい。うん、ダブル太陽の盾わあ。どうしても見た目がちょっとあれな感じになってしまうな。まあまあまあよし。お、高尚な珍しいの。お、まだ行ってない祠。この宝箱の反応は中かな外かな。おお、夜明け前。うん、上に上がってみるか。なかなか謎解きだけじゃなくて宝箱探しが大変だな。先に外から見た方が良かったのかも。ここはさっきこのフロアを見てるはずだから。よし、わ、高っ。これは逆に内部からトーレルーフした方がまだ楽まである。うん、楽だ。さすがのスタミナ。おお、これか。せっかくだからこれももらっておこうかな。ルビー1個だけ。でよーよーし。およっ、鏡。うん、やはり最初に上に来た方が分かりやすかったか。ここの下、真ん中の下、ほぼここだね。ここの真下となると、あーそっか、まず神殿内部に入らないと。これはさすがに神殿内部でしょう。うん、あとはコログがいるかどうかを上でチェックかな。うん、風車とかが見えてれば、うん、さすがにいないかな。しかし油断大敵。よし、じゃあワープで戻った方がいいといえばいいのかな。うん、おー、いい景色。砂塵がちょっとなんていうか涼しげに見えるけど、実際はどうなのか。まだ下方向。うん、あれ、サーチ対象いつの間にか変わってたりして、まだ外だったりして。うん、これぐらいの高さ。あ、しまった、わからん。フロアで言うと2階くらい。うん、勝手にしまうの珍しいな。1階なのかな。うん、あー、確かにここは降りてない。ん、あれ、降りてないか。うん、しかし
特にこれといった感じはない。うん。ここかな？降りてみよう。お、敵がいる。あっつ！あっつ！壁に引っかかった。よし、もう一個。あれ？なんか弱いな。なぜだ？耐久力が高いこいつ。うん。そしてありました。そっかよし、落ちるというネガティブなイメージが、このゲームはね、そういう失敗が成功の元となる、忘れちゃいけない。俺の割にここちゃんと松明つけていっちゃったから、それが良くなかったんだ。うん。よし、宝箱。確かに行ってないといえば行ってないもんね、あそこはね。あとは、ちょっと、この上のフロアに行って。よし。これで動くのか？宝箱の反応も、さっきので、なくなったのかな？ぽいね。よし、宝箱もすべてゲットして、封印も、封印というか蓄電池もできた。オッケー。よし、さあこれで準備万端というわけで、雷の神殿ようやく攻略できましたね。いやー、外側とあえて落ちる、その発想。うん。あれ、ここでダンジョンマップへって普通にできたん？外側からもできたっけな。いや、さすがに中に入ってないと無理かな。うん。よーし。なんとか攻略できて、ちょっと一安心。やっぱりなんだかんだ高低差があるフロアで光をね、導いていくっていうのはなかなか大変でしたけど、さすがルージュ様。ルージュ様のお力はそんなに使わなかったけど、どっちかっていうと、リンクの持ってるウルトラハンドとか、モドレコ、トーレルーフっていうね、基本的な能力を駆使して攻略していくって感じでしたね。うん。よし。じゃあ今回はここで一旦区切っておいて、次回はおそらくボス戦、クイーンギブド戦かな？を頑張っていきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。